富山県警察航空隊の剣富山県警察航空隊は富山県警察の機関であり基地は富山空港内に位置するヘリコプター運航のパイロットと整備士は富山県警察が直接雇用している山岳救助を志した元自衛隊員などを中途採用した救助出動の場合パイロットと整備士状況に応じて救助作業用に 山岳警備隊員に1から2名程度が登場するが、重量に制限がある場合は、整備士が救助オペレーターを担当する。富山県は民間のヘリが充実し、救助技術も高かったことから、警察庁からはヘリの配備要望するよう説得されたが、特に不便は感じず、維持費が高く、金食い虫となる、県警ヘリの導入は見送られていた。 1985年5月に山岳警備隊員が遭難者の遺体搬送中に負傷し二重遭難の結果殉職する事案が発生し自前ヘリ導入の機運が警察内外で高まり警察庁へ配備要望を出した。初代鶴木は警察用ヘリとしては問題ないものの小型でパワーが弱く3000メートル級の山岳救助がほとんどであると メーカー表彰時に訪れた担当者に説明すると、クレイジーを連発するほどであった。初代剣での山岳救助の限界を感じ、早くも大退去を要望したが、富山県警本部の新庁舎建築と重なり、新庁舎建設のために多額の予算が必要なこの時に、金食い虫の新型機を要望するとは、何事かと一周された。1994年に、 千葉幸雄警察本部長が赴任し、山岳状況視察のオリヘリ救助の現状と、山岳救助に適したヘリ導入を訴え、警察庁も理解を示し国に対する予算要望が具体化したが、国の予算ではカットされていた。1995年の阪神・淡路大震災で、ヘリの威力や有効性が広く認められ、危機管理の点から関係省庁に、 複数配置の基本計画が打ち出されると、大型補正予算が組まれ、富山県警察のヘリ入れ替え配備が認められた。ヘリ入れ替えにより、人員像や新機種導入に伴うパイロット及び、整備士の海外研修などに、相当な費用が必要となり、富山県の対応が懸念されたが、当時の中沖豊知事が、命がけで遭難者の救助をしている。 山岳警備隊は富山県の誇りである。警備隊と一体となる航空隊の予算カットをしてはダメだと英断し、懸念は払拭された。ありがとうございます。